ラグナ 14BX 14インチバンドソー、ブレードガイドの特徴と調節方法。ラグナ 14BX 14インチバンドソーのブレードガイドについて説明します。まずはこの機種ならではのブレードガイドの大きな特徴について説明します。一つ目はブレードガイドの素材ですね。今目の前にブレードガイドがありますが、ちょうど見えているこの白い部品がブレードに接触する部分ですね。この部分の素材が一つ目のポイントになります。一般的に市販されている多くのバンドソーはベアリングを使っているものやベイクライトのような樹脂を使用しているものなど様々なんですけれども、このラグナのバンドソーではセラミックを採用しています。セラミックといっても用途に応じていろんな種類があるわけなんですが、ラグナでこの採用しているものはですね、その中でもより高品質なスペースシャトルの耐熱タイルにも使われているような素材なんです。非常に摩擦抵抗が少なく、ブレードの加熱を最小限に抑えることができますので、切削の品質を高く保つのはもちろんですけれども、ブレードそのものの長切れにもつながるという非常に優れた素材を採用しているんですね。2つ目の大きなポイントはサイドガイドの数になります。ブレードの左右に位置するサイドガイドは通常はですね、左に1個、右に1個の合計2個ついているのが結構ね、多いんですけれども、ラグナのブレードガイドはですね、この小さなサイドガイドが左に2つ、右に2つ、合計4つついているんですね。ブレードの両脇を4点で支えることによってブレードが左右に動きにくくなるので、カット時のブレードの安定性が非常に高くなり、高品質な直線カットが可能になるというわけなんですね。これらのブレードガイドの独自の形状と素材によってバンドソーの加工精度をよりハイクオリティにしているのが、このラグナバンドソーのブレードガイドの大きな特徴になっています。さて、それではですね、ここからは実際にブレードガイドの調節について実際にセットしながら説明していきたいと思います。まずブレードガイドの調整をする前にブレードテンションの調整は行っておいてください。またブレードガイドは実際に使う位置になるように高さ調整を行った後、ブレードカバーをしっかりと固定しておいてください。ブレードカバーを固定していないとユニット全体がこのように前後に動いてしまうので、正確な調整ができなくなってしまいます。忘れずに固定しておいてください。はい、それではブレードガイドの調整を行っていきます。まずこのブレードガイドは1、2、3の3つの固定ノブと、この後ろの1つの固定レバーがついています。このノブとレバーを一旦全部緩めてから調整をスタートしていきます。最初に行うのはバックガイドの調整です。バックガイドはバンドソーを使っている時にブレードが後ろ方向に押し込まれてしまうのを防ぐ役割があります。前から見るとですね、ちょうどこの中心にある丸いセラミックパーツがこれにあたります。この動画では分かりやすくするため右側のサイドガイドを一旦取り除いて撮影していますが、通常は取り付けた状態のまま調整してください。このバックガイドを一旦後ろから押しまして、ブレードの背面に当ててしまってから、そこからほんの少しだけ、そうですね、目安としてははがき1枚分の隙間が空く位置まで下げてから固定をします。これでバックガイドの調節は終了です。バックガイドの調整が終わったら、次はサイドガイドブロックベースの調整になります。ブレード前側の刃の部分にサイドガイドが接触しないように動かしてから、位置決めをしてから、今度はブレードを挟み込むようにセラミックを接触させてしまいますね。正面から見て4つのセラミックが傾くことなくブレードに均等に接触していること
を確認してからこのノブを締めて固定します。ここまで来たらあともう少し。最後はサイドガイドの調節です。サイドガイドは左右に一つずつ調節していきます。まずは左側からやっていきますね。一旦ブレードに接触させてからほんの少しだけ隙間ができる位置まで戻して固定します。ここもですね、隙間の目安は刃書き1枚分です。バンドソーの刃は非常に柔らかいので押し込みすぎてしまうと簡単に動いてしまいますので注意してくださいね。左側終わったら次は右側も左側で調節した時と全く同じ方法で調節をしてください。はい、これでブレードガイドの調整は終了になります。ただしですね、バンドソーにはこのテーブルの下側にもブレードガイドがあります。こちらは調整の手順は若干異なりますが、機能は上側と全く同じです。上と下2箇所のブレードガイドの設定ができて、初めてバンドソーで適切な加工ができるようになりますので、こちらも忘れずにしっかりと調整を行ってください。上下のブレードガイドの調整が終わったら、手で軽くホイールを回していただきまして、ブレードがスムーズに動くか、ガイドに接触する部分がないか、異音がする部分はないかなどをしっかりと確認していただき、問題がなければ終了になります。今回はラグナ 14BX 14インチバンドソー、ブレードガイドの特徴と調節方法についてご案内しました。ラグナ 14BX 14インチバンドソーは株式会社オフコーポレーションが運営するネットショップ、オフの店ウェブショップでお買い求めいただけます。